M2K 戦車とは、1935年に、開発されたアメリカ陸軍の軽戦車。初期型の M2A1 から最終型の M2A4 まで4種類が開発された。 フォートノックスのパットン戦車博物館に展示されている M2A2M2A4 系戦車と M3 系戦車前期生産型に搭載された M537mm 戦車砲 M2 系戦車は1935年末にアメリカ陸軍の不評海用戦車としてイリノイ州のロックアイランド交渉にて開発された試作車の T2E1 系戦車が正式化され M2A1K 戦車となった。それまでに開発された T1E4、T1E6、T2 各系戦車は、イギリスのビッカース・ロットン戦車の設計の影響を受けていた。よって、それらの改良発展型である本車も影響を受けていた。T2K 戦車までは、ビッカース・ロットン戦車のようなリーフスプリング、サスペンション方式の複雑な足回りだが、 t 2、e、1軽戦車からは、より単純な VVSS 方式を採用していた。これは、後のアメリカの軽戦車、中戦車に踏襲された。離体は、ダブルピンで、サイドガイド形式となっていた。各方は、副武装として、車体前面右側に、M1919A47.62 ミ、mm、リメートル機銃を一丁装備していた。車体と砲塔の装甲は、 溶接技術が未熟であったためにリベット止めであった。方塔は人力旋回方式であった。最初の生産型 M2A1 は主武装として M212.7mm 基重1門と M1919A47.62mm 基重1丁を同軸で方塔上面後部左寄りに円形キューポラを備えた2人用の単方向に 搭載していたが、わずか重量で、生産終了となった。エンジンは、コンチネンタル W-670 から7、空冷星型7気筒ガソリンエンジンであった。代わって、2つの重頭を、左右並列配置で搭載した、M2A2 が生産に移された。このような双方筒の軽戦車は、オリジナルのビッカースロットイン戦車、E 型タイプ A の他に、 ソ連の T-26 やポーランドの 7TP などが同時期に存在していた。左右並列配置された2機の銃刀を持つ外観から当時有名だった巨乳の女優にちなんでメイウエストと兵士たちには呼ばれた。左銃刀には円形のキューポラが設けられた。M2A には239両が完成した。その後、スペイン内戦の戦訓から アメリカ陸軍は、より強力な装甲と武装の必要性を認識し、1938年には、装甲強化と、車体延長とサスペンションの改良をした M2A3 が開発された。エンジンは、コンチネンタル W-670 から9、空冷星型7気筒ガソリンエンジンに変更された。 左重刀のキューポラが六角形に改められている。M2A3 は72両が完成した。1940年には、双砲塔をやめて二人用の大型砲塔に、主武装として53.5口径の m 3 3 7ト、mm、ル対戦車砲を50口径に、単方進化した m 5 3 7ト、mm、ル戦車砲と、同軸機銃の M1919A4 機銃一丁を、 装備した最終型 M2A4 の採用に至った。M2A4 では装甲もさらに強化されており、最大装甲 25.4mm に達している。車体左右のスポンソン全部に M1919A4 機銃が一丁ずつ装備されるようになった。砲塔上面には車長用キューポラが設けられ、キューポラ後部に 対空気重化の装備も可能であった。M2A4 は375両が完成した。しかし、フランス戦での戦訓から、なお一段と強力な戦車が必要であると考えられ、1940年7月には M2 系戦車をベースとした新型系戦車の開発が始まっている。この新型系戦車は、 M3 系戦車として完成し、1941年3月に M2 系戦車の生産は打ち切られた。アメリカ陸軍に配備された M2 系戦車は大半が訓練に使用された。少数の M2A4 だけが太平洋戦争中にガダルカナル島の戦いで海兵隊により実戦使用され、その後も1942年中は 太平洋戦線の一部に配備された。M2A4 は M3 系戦車と同じ部隊で混成使用されたことがあり、似た外観であるものの後部の誘導輪が設置していない点で区別することができる。このほか1941年初頭にイギリスから100両の M2A4 の供与が依頼されている。うち36両が実際に輸出されたが、残りは、 M3 系戦車が完成したためにキャンセルされた。イギリスに到着した36両は4両がエジプトに送られ、残りはイギリス本土の部隊に配備された。イギリスに送られた M2A4 の愛称は後の M3 系戦車と同じくスチュワートである。ありがとうございます。